はい、皆さんご一緒に、おはのはのです。今日もフォートナイトをしていきます。今日は落下ためゼロのウェブシューターなら天空でリクロイできるです。ということで本日はマップの北の上の方のウェブシューターが取れる木製の橋のところまで来ています。なんかね、本当はログジャムにね降りたら木材がいっぱい取れていいかなって思ったんだけど、ログジャムがめっちゃ激戦区だからやめました。だから、この端っこの山のところに行って見えないところの木を削って木材を集め、近くの岩を削ると岩もカンストできるのでそっちに行きました。でね、このね、天空がね2回目なんですよ、動画。前回はチャプター2の時だったと思うから、チャプター3になってからは初めての天空です。でね、このスパイダーマンのウェブシューターが出てきた時からずっと天空したかったの。早く投げて、あざす。これね、サンタさんブチ切れでね、私をプレゼントに土地を埋めるっていうね。たぶんこのサンタさんに会えたのはね、大きかったかな。そう、やっとね、ウェブシューター持って天空ができたんですよね。なんかさ、何回もやったんだけど全然できなくて、ウェブシューター持って着地するところまでできたんだけど、なんかビクロイが全然取れなくてちょっとなって思ってて、ノーさんがスイッチになった途端に取れましたので、皆さん天空するときはスイッチをおすすめします。どこ行くか分かんないと思っちゃった。どこ、ここ、え、分かんない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 。ということでね、よくわかんないゴミ箱の中に入り、よくわかんない場所に出てパニックになるハノちゃんでした。ちょっとね、そう、まだね、マップの全部を見切れていないっていうか、今回やっぱマップ広いのかな、同じところばっかりに降りてるせいもあるんだけど、こういう細かいところが全然見れてなくて、あちこちに行けたのも面白かったですね。このね、ログジャムのね、裏のね、山のところにもね、丸太がいっぱい落ちてるところがあって、疑似ログジャムみたいな感じでしたね。ここいいよ、鉄も岩も木もいっぱい取れておすすめできますよ。一応ね、シェルトもね、いっぱいにしとこうね。いつどこで何に出会うかわかんないから。基本ウェブシューターと連射武器1本、あとは回復っていう構成で動いてましたね。私がこうやって資材をカンストさせてる間にノンさんがお魚を釣ってくれてました。私もね、魚釣り挑戦したんだけどさ、糸がうまく刺さんなくてめんどくさくなってやめました。そういう時もある。今回デュオでやったんだけど、あの木製の橋のところ結構人が来て、もう降りた瞬間にやられることが何回かありました。もうこの時点で木は乾燥しましたね。早い。でこういうでっかい岩とかを削ってカンストを目指して走っていきます。ここのね、なんだっけ、ジップラインもめっちゃ良かった。ちょうど良かった。で、アンチもね、なかなかいい具合だったと思うんだ。どうぞ、余裕あったら怖くない？うん、素敵な回復なすぎて心配になったね。アンチ移動でしたね。でももうちょっとね、離れてくれるとね、落ち着いて作れたんだけど、じゃあいいかな。ここのベッドもね、意外とね、鉄製だから硬いベッドで、もう寝たらいいの。実はあそこもね、宝箱がある時がある。そう、ここで雪だるまを着て隠れてた時もあった。隠れてたら敵が見つけられなくて
バウンティーかけたけど、それでも見つけれなくて諦めて通り過ぎてったと一連の流れもあるから、今度それはショート動画にしようかなと思ってますので、よかったら見てください。楽しみにしててね。ということでね、ここでレンガがいっぱいになりましたね。あと私だけやっぱね、2人で天空するときは両方カンストしてるくらいが安心かなって感じがしました。これで赤ピンのところのね、山から天空を作っていこうかなというところです。ちょっとね近いかなっていう感じはしたんですけど、まあまあまあいいかなって。そう、今さ、この雪だるまの顔のさ爆弾を持ったのは、ちょっと上から投げたら楽しいかなと思ってたんだけど、そんな余裕はありませんでした。これウェブシューターの正しい使い方、上手くなったんじゃないかな。このウェブシューターの射程距離が 60m ぐらいなんだって、後から調べて知った。で、ここから登り始めます。そうでも、もうねアンチから出ちゃって、違う、ストーブから出ちゃって、どうしようってことで折り返して螺旋階段を作っていく。そう、私のね色覚設定かなんかわかんないけど、ストームとアンチの境目が全然見えなくて、たまにストームの中入ってっちゃって体力削れて気づくみたいなのをやってましたね。で、まだかなまだかなって言いながら最高地点を探しています。で、アンチがちょっとずれたので、そっち方向に向かって床を立てていきます。で、入ったのかな、これで。もうバリッバリに根元が見える、怖すぎる。まあ、いつものように枠を作ってね。やっぱね、この感じだとね、いっぱい枠が必要になるから、4マスっていうかフルマスはおすすめできない。これくらい細い方が建材は節約できるかな。でいて下からも打ちづらそう。で、ここがアンチになると山が近いから多分見えるよね。だからみんながいっぱい戦ってくれて上を向かないことをお祈りするしかない。私たちは向かないでこっちみたいな。そう、今回あまりにもさ、いっぱいさ天空やってたからさ、没案もあったから、没案もショート動画にしようかなって思ってるので、みんないっぱい動画見てねいっぱい動画見てもらえることがね一番嬉しいし、一番励みになるから、動画はいっぱい見てほしいな。これで、ここで枠を広げていくのかな。また移動アンチしてたわ。アンチ移動ですね。このさ、横向きながら建築立てて走れるの超便利だよね。枠だけいっぱいつなげていきます。あ、山の上だけ。そう、そこのね、いっちゃん高い山の上でね戦闘してて、絶対見えるじゃんって感じだよね。こっちからバッチリ見えるもんね。ノーさんにお魚をもらって耐久の準備はできてますね。枠をつなげておきます。打ちづらいはずだから。でもどうしてもさ、これさ怖くてさ、床をくっつけて床を広げたいハノちゃんですね。怖い怖い。今回も何回か枠乗ろうとして落下死するっていうのをやってるので、ちゃんと閉じときます。閉じたらやっぱり見えるのか、割られましたね。でもまだ枠つながってるからいけるかなと思ってたんだけど、ここでなくなりました。さて、こっからウェブシューターの出番です。ここでね、一回木に引っ掛けて、これでもう落下ダメゼロですね。このね、武器取ろうと思ったんだけど撃たれちゃったから。
壁立てようと思ったら、あ、壁低いんだったと思って、ここで壁を直します。で、壁立てようと思ったら床が立って、やばいやばいっていうのが下がって、戦闘準備です。で、上にいるかなと思ってたんだけど、スパイダーマンのでぐるぐるしてるからどこにいるか分かんなくて、とりあえず屋根を閉じてたら、ノンさんがやられて見たらいたから振って、イエーイ、ということでビクロイです。いやー、ここまでほんと長かったんですよ。スパイダーで着地までできるけど、ウェブシューターで着地までできるけど、そこからビクロイが取れないみたいなのが続いて超大変でした。ということで、いかがでしたでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。これからもどんどん動画上げていくので、楽しみにしていてください。それではバイバーイ。